こんにちは。アニメ紳士です。今回は魔法少女に憧れて第7話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。缶落ちには興味ないか。闇落ち拒否。自分で落としておいて。この言い草、面倒くさい女幹部だな。違うんだよな、私の好きな魔法少女が耐えてるのがいいんだよ。ハーツ使え。解釈違いって同人活動かよ。解釈違いに厳しいオタクの鏡。ウテナちゃん厳しい。アッカの方がまとも。ここで放置プレイとかきつい。ウテナは面倒なオタクだな。オタクの逆鱗に触れてしまった。このプレイも難解だな。三角木馬で感じるとか、どんだけ自己開発してんだよ。これはピンクパイナップルで通用しますよ。むしろピンクパイナップル全部ここに作ってほしい。こんなにすげえアニメだったってか。もはや完全にイエローアニメ。なんつうかイエローアニメなんや。あかん、こんなんやっちゃっていいんかい。アズールはもうおしまい。とうとう感落ちしたね。デイジもアズールも中の人の演技最高だったわ。解釈違いの一連の流れはゾクリとした。アトロード引かさかよ。三角パンダからの解釈違い絶ゆるウーマン来たわね。三角木馬はさすがに怒られない。大丈夫、解釈違いでブチギレてめんどくさすぎるオタクだ。脇役が豪華すぎる。三角木馬来た。アズール感打ち枠さ。桜タンとケロちゃんかよ。丹下さんと久川さんって本物じゃねえか。声の出演で草。まさか説教するとは。デナリンタにどの口がって言われてたな。終わり間際に新キャラ登場とか今週情報量多いな。とりあえずウテナちゃんは魔法少女に厳しいと。メモメモ。アズールはなんか最近捕まえやすくて草。ウテナちゃんも面倒くさいな。強い魔法少女とエッチな SM したいだけで勝つ気ないどころか。任せてくれなきゃ困るスタンスじゃないか。アズールさん三角パンダで快楽落ちかな。ぶち切れたベーゼちゃん怖かったわ。展開が唐突なところがあるから円盤で何かありそうだな。明らかに音声と演出はしょってたね。負けを認めてくれたらいいんですって言ってる割に、本当にそうなったら説教してくるのは立ちの悪いお客さんや。ファミレスでのキウイコリスのフリーダム具合嫌いじゃない。エロよりもやっぱ笑いが先に来るな。神回だったわ。作画不安があったが、肝心なところしっかりした出来で大満足。次の見せ場も楽しみ。つまりスカプリ終盤のの闇落ち深いは解釈違いの展開だったと。アズールはもうダメだ。ネタの絵がまた増えた。ハート目は笑顔。毎度とどめ刺さないやんけ。なんつ深いエロアニメなんや。取るに足りない相手をプップさせても何も楽しくないからね。組織の幹部来た。魔法少女何人いるんだよ。マドマギくらいいるんじゃね。プリキュアに比べたら全然少ないんじゃないかな。新しいおっぱいが楽しみだ。一気にキャラ増やしすぎだろ。声優豪華すぎて吹いた。作が怪しいけど後半は良かったな。力の入れどころが分かってるのは良い制作陣。最初に円盤の初動が分かってたらもっと金かけられたのにな。限定版、追加生産分まで各所で売り切れてる。ヒカサか、そりゃ会議も来るからしょうがないか。またヒカサか。そして17歳さん。前半エッチ成分足りなかったけど後半で巻き返したな。青は本当にダメになったがどう巻き返すのやろ。アニメ最終話で活躍するから待ってろ。女王様気取りの女役にヒカサ、ろくなやられ方や死に方しないな。多分今期汚い日朝に2作品出ている前田香織。ウテナちゃんは闇落ち許さない派か、それもまたファンのあるべき姿か。二次創作ならまだしも本編だからな。さぞ解釈違いだろう。他のアニメはわからないけど軟化キャスト少ない回の方がより深く掘り下げられるっていうのが分かった回だったね。精神がぶっ壊れそうだから余ってるのに闇落ち禁止とか、アズールがぶっ壊れて風俗落ちとかしないか心配です。泉府の演技本当良かった。売れてほしいね。新米のはずのベーゼが強すぎるのでは。作中に少し白線貼ってあるよ。
そんだけ魔法少女に憧れてる。魔法少女グッズを大量に集めてるガチのファンが悪の組織に入った。もしかしてサルファない？中段左端。中段の左端サルファじゃね。サンデと久川とか完全にカードキャプター桜じゃねえか。よくこの二人をこのアニメに呼べたな。チスタとロードのキャストはマー想像できた人選だったな。今回濃かったな。体感15分だったわ。今回は周到に仕込んだ枚数の削り方で巧みだった。ウテナの魔法少女への愛の強さがわかる回だったな。話の持って行き方も今回うまかった。ウテナとサヨのそれぞれの魔法少女への思いをしっかり見せてからのあれは本当うまい。ウテナちゃんやミオチは好きだけど、雑にやられるとキレるニチやサミンと同じ思考。闇落ちさせるとこれ以降折れそうになるところが見れないから折れさせないんですよね。ウテナさんは理解しすぎている。ウテナさん、落ちてしまうのではなく最後まで折れないヒロインが好きなの。分かりみが深くて好感が持てる。解釈違いでキレる悪のオタク、オタクの鏡だ。解釈違いで本人にブチ切れてるの理不尽すぎてクソ笑った。魔法少女が不幸地するだけでも湧くのに、それを解釈違いで切り捨てる展開で俺たちの情緒はぐちゃぐちゃよ。ちゃんと魔法少女に憧れてたマジアベーゼとそういうの一切なかったアズールの対比だ。アニオリ指でよく保管できてたわね。解釈違いにも程がある。ヒロインとしての矜持を持ちなさい。これは名言や。アズールは来週から戦えるんですかね。作中から漂う悲壮感。サヨさん大丈夫ですか？良い意味なのか悪い意味なのか、ここが分岐点です。魔法少女は輝いていたはずだし、イノシシのように突進するだけで周りが見えていない。彼女は最初から弱者だった。マジアベーゼ、あんた説教をするのですか？ウテナ的には魔法少女にサディスティックなことできる喜びももちろんあるんだろうけど、それと同じくらいなんやかんや魔法少女がピンチ乗り越えて敵を倒すって展開を間近で見られることに喜びを感じてんだろな。アズール、ギャグのノリじゃなく本格的にダメになってた。それを見たマジアベーゼのガチ切れとドン引きと失望の混ざったような表情とセリフ良かった。悩めるアズール、最近いいとこなしというか、ある意味見せ場ばかりでしたが、とうとう勘打ち直前まで来てしまいましたね。ミミルがやられてるシーンでも頬染めてるウテナちゃん、魔法少女に対する憧れとともに自虐シーンも子供の頃からあったっぽいな。笑い。アズールの尊厳凌辱がついに行き着くところまで行ったかんだな。ここからアズール立ち直れるのか。現状でも悪の組織側連戦連勝なのにさらに戦力増強しちゃうって、トレスマジアもう絶対絶命でしょ。サブの話としてはキウイちゃんが実は家族との関係良好だったのも地味に嬉しい。てかよいよ考えてみたら、ウテナって敵の前に魔法少女班なんだよな。そこの前提条件を忘れていたわ。まあつまり雪がやる気ないことに怒ったのではなく、魔法少女として闇落ちすることに怒ったってということだよな。こりゃ怒りトントン丸やな。そして今日もエロかった。ヒロインとしての矜持を持ちなさい。一番好きな場面だから。泉フがどんな風に演じるのか楽しみだったけど、こう来たか。静かな声にオタクの早口で、心の底からの軽蔑と解釈違いへの怒りがこもっててめちゃめちゃ良かった。うそ、アズールが落ちた瞬間はさすがに声を上げて笑っちまったじゃねえか。というかあれは闇落ちじゃなくて快楽落ちだろ。アズールが落ちた元凶であるウテナがなんでドン引きしているんだって話だけど、クソヤバ女ここに極まれりだな。え、まだ先があるの。魔法少女展が原画展で笑ったが、魔法少女本物の他に魔法少女アニメもあるんだな。この世界どの口があんな説教するんだと思ったね。本当にね、厄介すぎるこの悪の女幹部。まあ悪の女幹部と考えたら厄介なのは当然か。しかしギャグボールも規制する必要はあるのか。ウテナの魔法少女に対する欲望と執着、どれだけ貶められても正義のヒロインを全うしないといけない。悪に落ちることも許さない。悪の幹部としての矜持を持つ姿にしびれた。過激とは異なる方向性で作品に独創性を持たせてて、より目が離せなくなった。
アズール闇落ち、いやあれは快楽落ちだな笑い。で本店、ドハマりしたが家の溺れた姿、閲楽、と、認められない様、別紙、は、これは脚本の意としては実に深いね。にしてもできない魔法少女アニメ、丹下桜と日坂はあや、カードキャプター桜コンビ、かよ。制作のこだわりがすげえ。リリドーに苦しむアズールには、ブティックや正義感では満たされることはなかった。そしてついに、己の快楽を前に落ちてしまう。困難度捨てで過ぎるやろう。エロだけでなく、そのストーリー展開も面白い。これは名作になる。何か最近捕まえやすいというベーゼの言葉通り、一人魔物に立ち向かったサヨはもういない。そんなアズールへ、ヒロインとしての矜持を持てという、ベーゼの言葉は非常に分かりみが深かった。あと、丹下桜と日坂は綾のコンビは、完全にカードキャプター桜なんよ。さっきまであんなにかっこよかったマジアアズールが、一瞬でひどいありさまに、その後のマジアベーゼの中の人の演技すごくよかった。声のトーンがむっと下がるとことか、もう最高。これ出世作どころか、代表作として良いと思う。ウテナが憧れたのって、逆境で輝く魔法少女だよね。敵の立場を利用し、その姿を特等席で見ていることを考えると、魔法少女に憧れてるのに、敵の立場に甘んじて興奮している理由に負が落ち、解釈違いとあくまでファンの立場なんだと、改めて感じた話数でした。暗い中、スクリーン上で、輝く魔法少女を見て、ウテナは目を輝かせ、サヨは目をうつろにさせる。それと対照に、満月の夜の下で、闇落ちする魔法少女、アズールにおいて、ウテナは別紙、アズールは生き生きする。この解釈違いの描きが最高。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。